ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さてさて、今日は UFO について解説していくぜ。おう、UFO について解説してくれるのね。私、最近 UFO 関連の動画を見てるからすっごく気になるわ。それはよかったぜ霊夢。だけど、本当に UFO とか宇宙人とかこの世に存在しているのかしら？私はオカルト系が好きだから、それ関連の動画をいつも楽しんで見ているけど、本当にいるかどうかはまた別の話だと思うのよね。何を言っているんだ霊夢。UFO や宇宙人がいるという証拠はたくさんあるんだぞ。それに宇宙にある無限の惑星に宇宙人がいないなんて確率的にありえないことなんだぜ。そう言われてもねえ、どの証拠もうさんくさいものばかりなのよねえ。それじゃあ霊夢、エリア51に卵型メタリック UFO が保管されていたという最近公開された情報は知っているか？卵型メタリック UFO？ 全く聞いたことがないわね。でも、なんだか面白そうな内容っぽいからぜひ、私に聞かせてくれないかしら？しょうがないな霊夢。今回の動画はエリア51にあるとされてる卵型メタリック UFO の情報から始まって、最近、流出した UFO の最新情報や、これまで公開されている UFO 宇宙人情報などを紹介していくから最後まで見てくれよな。おお、これは面白そうな内容っぽいわね。私のオカルト魂がうずいているのがわかるわよ。マリサさん、それじゃあ早速。おっと、その前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まずエリア51について説明するぜ。エリア51とはアメリカのネバダ州南部の高地砂漠に存在する米国空軍の軍事基地で、周囲が山で囲まれていたり、厳重な監視下に置かれている場所のため、近づくことさえ難しい場所として有名なんだ。エリア51ってオカルト界隈でも有名な場所よね。私も一度、エリア51を一目見たくてアメリカに行こうと思ったけど、結局、資金不足で断念したわ。まあ、それはそれでよかったかもな。南石地の敷地周辺の立ち入りはもちろん、撮影も一切禁止されているなど、かなりの厳重な警備がされているから仮に行ったとしても近づくことは無理だからな。ゲートより内側に入ろうとするとセンサーが鳴って捕まると言われているから、本当に厳重で無理なんだろうけど、人生で一回は行ってみたいわね。ところで霊夢、エリア51にある噂はもちろん知っているよな。当たり前よ。エリア51には宇宙人や UFO 関連の噂が絶えないことや、エリア51が2013年に米 CIA が公式に認めるまで、米国政府は隠蔽し続けていたことも知っているわよ。さすがオカルトにハマっているだけはあるな。霊夢の言う通りでエリア51には、墜落した UFO が運び込まれているのではないか、グレイと呼ばれる宇宙人がいるのではないかなど、本当に多くの噂が存在している。そして、そんな数ある噂の中で、最近、ある暴露が世間を騒がしているんだぜ。ある暴露？そんなことあったっけ？その暴露とはエリア51に謎のメタリック卵が保管されているという内容だったんだ。メタリック卵って何よそれ？もしかしてそれって宇宙人の卵なのかしら？ああ、やばいわね。私のオカルト魂が急にうずき出してきたわ。マリサ、早くその内容を詳しく教えて。ことの発端は2023年5月。全領域異常解決局通称 AERO と呼ばれているペンタゴン内の UFO 調査部署に、興味深い情報が持ち込まれたことから始まったんだぜ。情報を提供してくれたのね。その内容が1980年代に CIA 関係者によって持ち込まれた UFO を分析したというものだったんだ。この UFO が発見されたのは人里離れた砂漠地帯だったらしく、完全に無傷の状態で発見され、形はつるりとした丸型で、大型自家用車ほどの大きさであり、シルバーがかった灰色の機体表面は滑らかで全くつなぎ目がなかったそうだ。また、翼やフラップや吸気口さえなかったが、細かく見ると小さな排気口らしいものがあったそうだ。SF 映画とかに出てきそうな UFO みたいね。それでそのメタリック卵型の UFO はどういう感じで分析したの？分析は国内でもトップクラスの優秀な技術者たちによって行われ、機体の内部を明らかにするために X 線を使った分析が採用されたんだ。しかし、X 線が透過することはなく、何度も X 線による分析が行われたんだが、黒塗りの個体として撮影されるだけで内部の様子は全くわからなかったそうだ。X 線でも全くわからないなんてすごいわね。さすが地球外から来た物体だけはあるわ。また、技術者たちはこのメタリック型の UFO を無理やりこじ開けてみようとしたみたいなんだが、かなり堅牢な作りだったためか、全く歯が立たなかったそうだぜ。分析を試みた技術者たちは、このメタリック卵型 UFO から小さなサンプルをいくつか採取して分析。結果、同位体比や元素の混合から採取したサンプルが地球外の物質である結論付けたんだぜ。これでメタリック卵型 UFO が地球外生命体によって作られたと確定したのね。
以上が持ち込まれた情報の内容だが、最近、アメリカ政府が地球外生命体の存在を公表してから、これまでに出回っている UFO や宇宙人映像などの信憑性が増してきているのは事実だ。だから、この持ち込まれた情報を信じる人は結構多いと思うぞ。ちょっと待ってマリサ、アメリカ政府が UFO や宇宙人の存在を公表したって本当？それとも、私をからかってるの？もしかして霊夢、知らないのか？アメリカ政府は2021年6月25日に、軍が目撃した140件以上に及ぶ UFO に関する報告書を公表しているんだ。この報告書は2004年11月から2021年3月の間に米軍パイロットたちが UFO に遭遇した件数で、その中の1件は空気が抜けている大きな風船だったみたいだが、他の143件は特定する十分なデータがないため、正体が不明なままなんだそうだ。こんな重要なことを知らないなんて私のオカルト魂もまだまだみたいね。それにしても、アメリカはずっと前から UFO や宇宙人の目撃情報が多かったし、何かとオカルト系の噂話や陰謀論が多い国だったから、この公式発表にはかなりの人が歓喜したんじゃない？やっと認めてくれた。って感じで。そうだな。この UFO の公式発表はかなり注目されていて、多くのオカルト好きを喜ばしたのは間違いないだろうな。だけど、オカルト好きの中には、この程度の情報開示だけじゃ物足りないと思う人も少なくないと思うわ。確かにちょっとしょぼかったな。個人的にはもっと公開してもよかったと思うが、まあ、とりあえず、UFO の存在を公式に発表したんだから、今までの UFO や宇宙人に関する目撃情報にもある程度の信憑性は出てくるわよね。確かに霊夢の言う通りだな。過去に色々と目撃情報があるからその目撃情報が真実かどうか見極めるのも面白そうね。ああ、そんなこと考えてたら過去の目撃情報を知りたくなってきたわ。それじゃあ、ここで過去の UFO に関する目撃情報を紹介していこうかな。たくさんあるから有名な目撃情報を4つ紹介していこうと思うぜ。おお、それはありがたいわ。よろしくお願いします。まず1つ目に紹介するのはロズウェル事件だ。この事件は1947年7月にアメリカ合衆国ニューメキシコ州ロズウェル付近で、一機の UFO が墜落し、軍によって回収されたという事件だぜ。この事件はかなり有名だし、いろいろと気になる点が多いのよね。この事件は1947年7月8日に、ロズウェルデイリーレコードという地元の新聞に掲載されており、軍もこの件を新聞記者の前で、空飛ぶ円盤を当局が捕獲し、回収したとしっかり報告してるんだ。だけど、その記者会見から数時間後に軍はやっぱり観測気球でしたと否定し、その次の日の7月9日には新聞に気象観測用の気球だったと記されたんだぜ。あれ？こんな感じの事件だったっけ？もしかして、ただの勘違い事件だったのかしら？この事件の1週間前である1947年6月24日に、アメリカのワシントン州にて球体の UFO が確認されていたり、事件からの数年後の1978年には、実際、墜落した物体を回収した関係者が、あの墜落した物体は確実に気象観測用の気球ではなかったと証言しているんだ。他にも目撃者は軍によって脅迫されたという話や、軍の報告と矛盾する証言が出てきたことにより、ロズウェル事件は隠蔽工作があったことを確信する人も少なくないんだぜ。なるほど、隠蔽疑惑があったからここまでロズウェル事件は騒がれたのね。でも、軍による不審な行動とか矛盾する証言がいっぱいあるなら、本当に UFO を回収したんじゃないのかと疑われても仕方ないと思うわよ。今でもオカルト界隈ではロズウェル事件人気はすごいし、本当に真実を知りたがっている人も多いから、もしかしたら、数年後にロズウェル事件の真実がアメリカ政府から発表されるかもな。二つ目に紹介するのはソコロ UFO 事件で、この事件も不可解な矛盾点が指摘されているんだ。これもアメリカ政府お得意の隠蔽事件なのね。それでこの事件はどんな内容だったのかしら？この事件は1964年4月24日17時45分頃、アメリカ合衆国ニューメキシコ州の郊外にて、勤務中の警察官が町外れで轟音を聞き、空中に青色とオレンジ色の混ざる炎が上がっているのを目撃したんだ。そして、この異様な事態に警察官は近くのダイナマイト貯蔵庫で事件が発生したと思い、急遽、現場に向かったんだぜ。これはよくあるパターンね。どうせ現場には UFO が墜落していたってオチでしょ？霊夢の言う通り、現場には UFO と見られる卵型の白い物体があったんだが、それだけじゃなく、その卵型の UFO の隣には白い作業着を着ている二人がいたそうなんだぜ。それってまさか宇宙人？それとも軍の人？それはわからないが、その白い作業着の人たちは、現場に来た警察官に気づくと驚き、すぐにその卵型 UFO に乗って上空にゆっくりと消えていったそうだぞ。それはもう宇宙人と UFO だと思うわよ。同時刻に上空を飛ぶ同様の物体を見た人も複数いたり、
卵型 UFO が飛び去った場所の小石には、微量の金属が付着しており、その金属を NASA が分析した結果、この金属は亜鉛と鉄の成分を持った自然界にはない物質であり、地球外からやってきた可能性があるとされたんだ。だから、本当に UFO に乗った宇宙人が地球に来た可能性があるんだぜ。でも、アメリカ政府のことだからどうせこの件も隠蔽したんじゃないの？金属に関しては後日、どこにでもある二酸化ケイ素と訂正されたんだが、亜鉛と鉄の合金を二酸化ケイ素と間違えるなんて無理があるという声があったり、2012年にはこの事件はニューメキシコ州の学生による熱気球を使ったいたずらだったという報告が出たが、風向きや熱気球の構造上、当時の現場のような痕跡は残せないとされているんだ。だから、この事件もアメリカ政府の圧力によって隠蔽されている可能性も十分あるんだぜ。もしかしたら、宇宙人側の圧力によって隠蔽されているかもしれないわね。これは1967年5月20日にカナダマニトバ州にあるファルコン湖周辺で男性が UFO と遭遇した事件だぜ。当時、男性は個人的なライフワークで石英や銀の探索をしていたそうなんだが、その時に偶然、湖畔に巨大な円盤型の UFO が鎮座しているのを発見。そして、男性はその円盤型の UFO に興味本位で近づいたそうだ。UFO に接近するなんて怖くないのかしら？というか男性は接近して大丈夫だったの？男性が手を伸ばして表面に触れてみようとした瞬間、UFO は急に離陸活動を始め、機体から瞬間的に熱と炎が放出。男性はその時の UFO から放出された熱風をまともに食らってしまい、やけどなどの外傷のほか、吐き気、激しい頭痛、体重減少、失神、下痢などの症状に数週間苦しめられたそうだ。放射線被爆に近い症状だったみたいね。カナダ当局は熱風によって焼け焦げた衣服やグローブ、そして、UFO が発見された場所で検出された高濃度の放射能を元に調査したんだが、結局、現在まで何も解決せず、説明がつかない未解決事件と記録されているんだ。この事件は変な隠蔽工作がされてないみたいだけど、ここまで証拠があって未解決ってことは、目撃した UFO は本物だった可能性が高いわね。現在、地元 UFO 研究家の積極的な活動によって、再び、この事件は注目され、遭遇時の資料などはマニトバ大学に保管展示されているんだ。また、最近、カナダで UFO ブームがすごいため、2018年4月、カナダ造幣局がこの事件を記念した20カナダドル記念硬貨を発売したんだぜ。いいな、私も記念硬貨欲しいわ。日本も UFO 事件を記念した硬貨を販売してほしいわよ。最後の4つ目に紹介するのは甲府事件で、これは1975年に日本の山梨県甲府市にて小学生が UFO と宇宙人を目撃したという事件なんだぜ。これは日本でもかなり有名な目撃例よね。1975年2月23日午後6時頃に地元の小学生2人は直径約 2.5 メートル、高さ 1.5 メートルのオレンジ色の UFO と遭遇。その UFO は小学生2人を追いかけるように飛行して接近してきたため、小学生2人は UFO から逃げて物陰に隠れたそうだ。得体の知れない UFO に追いかけられるなんて恐怖ね。物陰に隠れて UFO から逃げた小学生たちだったが、その数分後に再度、ぶどう畑に着陸した UFO を発見。するとその UFO から顔が茶色くて銀色の牙がある身長約130センチメートルの宇宙人が一人出てきたそうだ。そして、その宇宙人はキュルキュルという声で小学生たちに話しかけ、一人の小学生の背後に回って右肩を2回叩いてきたみたいなんだぜ。私ならこんなことされたらびっくりして失禁するか、気絶して意識を失うと思うけど、彼らはどうしたのかしら？もしかして、宇宙人に連れ去られたのかしら？いや、小学生たちは全速力でその場から逃げ、家族に事情を説明し、再度、現場を訪れたみたいだ。しかし、到着した時には UFO はオレンジ色の光を放ち、白に変色して消えてしまったそうだぜ。オカルトマニアの私からしたら興味深い事件だけど、この事件って小学生たちの見間違いってことはないの？この事件が見間違いだったり、誰かのいたずらだったのかはわかっていない。だけど、事件当日に飛行する UFO を見たという複数の証言があったし、現場では3本のコンクリート柱が倒壊し、地面には奇妙な穴が数箇所開いていたりなど、不可解なことが複数あったから、本物の UFO の可能性も否定はできないんだぜ。まあ、確かに複数の目撃証言や奇妙な現象があったみたいだから、そう考える人が多いかもしれないわね。ところでマリサ、最近の UFO 目撃情報とかはないのかしら？2021年にアメリカ政府が UFO の存在を公表した後、UFO の目撃情報が全世界で増加していて、もちろんデマ情報も多数あるが、説明がつかないものも結構あるみたいなんだ。例えば最近で言うと2023年11月に、インドのインパール国際空港の上空で UFO が目撃されていたんだ。
この UFO は白い光を放ちながら1時間半ほどインパール国際空港の上空で停滞したため、インド政府が戦闘機2機を緊急発進する事態になってしまったようなんだぜ。それって結構やばい状況よね。飛行機の運航とかに影響が出たんじゃないの？空港は発着を停止し、乗客約500人に影響が出てしまったそうだぜ。だけど、1時間半後には消えたみたいだから、多分、UFO 側には敵対意志はないと思うけどな。本当に戦場にならなくてよかったと思うわ。もう一つ最近の目撃情報で言うと、2024年にカナダで目撃された UFO だな。2024年にカナダで目撃？全然知らないわね。2024年1月19日早朝、航空機のパイロットたちがカナダマニトバ州ウィニペグ北部の上空で、編隊を組んで活発に動く奇怪な光を目撃。パイロットたちはすぐに管制官に報告し、管制官は正体を突き止めようとするが、次から次へと別の航空機から同じような報告が相次いだらしいんだぜ。それで管制官は謎の光の正体を突き止めることができたのかしら？管制官は最初人工衛星を疑ったらしいが、結局、この時の謎の光の正体は不明のままらしいぞ。複数の人が目撃してるなら、これはもう UFO 確定じゃないの？カナダ政府はこの件を調査してないのかしら？もちろん、カナダ運輸省による調査が行われているが、この謎の光の正体はまだわかってないみたいだぞ。それにこの件が明るみに出ると、別の貨物機のパイロットたちが約18ヶ月ほどの間、同じような UFO を見たと証言してきたらしいぞ。しかも、その UFO たちは三角形やひし形、正方形など様々なフォーメーションをしたり、編隊は決まって西の方角へ向かっていたとされているんだ。これは完全に UFO だと思うし、操作している宇宙人も乗ってそうね。話はまだ終わらず、実はこのカナダ UFO 目撃事件の同日、アメリカでも同じような UFO が目撃されているんだぜ。まさかのアメリカでも？同日の2024年1月19日午前8時30分頃、アメリカアラバマ州バーミンガムの北部を飛行する旅客機から管制官へある報告があったんだ。それは西方にたくさんの光が見える、この光は人工衛星ではなくエイリアンによるものだ、などといった緊急報告だったらしい。この UFO 目撃事件の真相はまだわかってないが、2024年1月19日に目撃情報があるのは確かだ。今後の調査次第ではもしかしたら、何かしらの真実が明らかになるかもしれないな。同日に UFO 目撃した人が複数いるなんて興味深いし、もし、これが本当に UFO だったとしたら、UFO はどうして同日に北米に現れたのか気になるわ。確かに何かしらの意図があって北米に現れたと考えると興味深いな。というかそもそも、UFO が現れやすい時って何か法則性とかがあったりするのかしら？どうやら UFO が多く目撃されるのはその時代の大きな出来事があった日が多いみたいだ。例えば？例えば第二次世界大戦中の1942年2月24日の夕方、ロサンゼルス上空を光を放ちながら低空飛行する数十機の UFO が現れたり、ソ連が崩壊した1989年には複数の UFO 目撃情報や宇宙人遭遇事件があったんだぜ。また、地震などの自然災害時にも UFO 目撃情報が多く、2011年3月11日の東日本大震災にももちろん、UFO の目撃情報が多かったんだ。おお、本当にその時代に起きた大きな出来事に UFO 目撃情報が集中しているのね。だけど、どうして大きな出来事が起きた時に UFO の目撃情報が多くなるのかしら？これにはいろいろな説があるが、私が一番興味深いと思ったのが宇宙人未来人説だ。宇宙人が未来人？どういうことかしら？これは数十年後か数百年後かの未来で人類がタイムマシーンを完成させ、時間旅行として時代時代の節目を訪れているという説だぜ。なるほど。その説なら納得がいくわね。だって、私が仮にタイムマシーンに乗れたとしたら、絶対に大きな出来事が起きた時代を選ぶもの。そういえばジョン・タイターもタイムマシーンに乗ってきたって言ってたわね。2000年11月3日に突如、アメリカの大手掲示板に書き込みを行い、自分を2036年からやってきた未来人だと自称した男性だよな。そうそう、いろいろと今後起きるであろう予言を書き込んでいて、その予言が結構当たっていたのよね。ジョン・タイターが本当に未来人だったかどうかは不明だが、彼のような未来人が時間旅行している可能性も否定できないのも事実だ。この宇宙人は未来人説を唱えている人はオカルト研究者だけじゃなく、意外な著名人も唱えているんだぜ。意外な著名人？え？誰かしら？その著名人とは映画界の巨匠スティーブン・スピルバーグ監督だぜ。まさかのスピルバーグ監督？彼は2023年に UFO や宇宙人について聞かれると、50万年後の人類学者が、起きたことを調べるために未来からやってきているかもしれない、とタイムトラベラーが関係している可能性を示唆したんだぜ。だけど、スピルバーグって宇宙人関連の噂があったわよね？
確かに彼が監督した1977年の未知との遭遇や、1987年の E.T. などの映画は、宇宙人との接触に備えるための映画であり、世界の反応を見るために制作されたと言われているな。そうそう。そういう噂があったわよね。まあ、現段階では宇宙人が未来人かどうかは確かめようがないが、スピルバーグ監督を含め、多くの人たちがその可能性を信じていることは事実だぜ。宇宙人が未来人だとしたら、人類は今後、タイムマシーンを作れるってことよね。そういうことになるな。そう考えると、なんだかちょっと未来に期待しちゃうわ。ところで話は少し変わるけど、もし宇宙人に遭遇したらどうしたらいいの？宇宙人が時間旅行している未来人なら問題ないと思うけど、本当に地球外生命体だった場合、遭遇したらきっと襲ってくると思うんだけど、地球外生命の発見を目的とした非営利組織セティ協会は、万が一、宇宙人に遭遇した場合、全力で逃げることを推奨しているぜ。話が通じるかどうかわからないし、何をされるかわからないものね。それに UFO を発見しても近づかず、UFO からの落下物に関しては危険のため触れないことが良さそうね。過去には宇宙人による拉致事件があったし、霊夢の言う通りにした方が賢いと思うぜ。拉致事件？何それ？ちょっと詳しく教えてくれる？宇宙人に拉致された経験がある人は以外にも世界中に多く存在しており、それぞれ UFO 内で人体実験を受けた、謎の物体を体内に埋め込まれたなど、本当に奇妙な体験を報告する人がいるんだぜ。突然、UFO に拉致されるなんて怖すぎるわね。だけど、これって本当なのかしら？さすがの私でも UFO に拉致されたなんて信じられないわね。それじゃあ、一つ有名な拉致事件を紹介しようかな。そうね。よろしくお願いするわよ。イギリスに住む女性ポーラ・スミス氏は、11歳から UFO を初めて目撃して以来、50回以上も UFO に拉致されたみたいなんだ。50回以上も？ちょっと意味がわからないわね。彼女が初めて UFO を目撃したのは1982年で、森の中でブーメラン型の UFO を発見したそうだ。そして、それ以降、頻繁に UFO を目撃したり、自宅の寝室の窓から宇宙人に拉致され続け、ある時は UFO の中へ連れて行かれ、技術的に進んだ内部を見せられたり、ある時は美しい川の水が、黒く変化していくスライドショーを見せられたという。これってただの夢なんじゃないの？何か証拠とかはないのかしら？自分の顔に三角形のあざができたり、腕には誰かに掴まれたかのような複数の指紋の跡ができたこともあるそうで、彼女はこれらを宇宙人が自分を拉致した証拠としているみたいだ。ちなみに、この宇宙人による拉致は現在でも続いているそうだぞ。これだけじゃ、証拠とは言えないわね。寝ているうちに何かにぶつけたあざの可能性もあるし。だけど、オカルトマニアの私にとって、この話は本当に興味深いと思うわ。確かに彼女の話は、すべて夢である可能性もあるしな。まあ、でも宇宙人に拉致されたと語る人は本当に多いのは事実だ。だから、もしかしたら今後、宇宙人に拉致された決定的証拠が報告される可能性も十分あるんだぞ。アニメの犬屋敷みたいに、全身改造された人間が現れたら信じざるを得ないわね。それはそうだな。とにかく、現在は本当に UFO の目撃情報が多くなっているから、UFO や宇宙人と接触できる未来もそう遠くないかもしれないな。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。はぁはぁ、マリサ、水。うわ、お前どうしたんだ。そんなにカラカラになって、ほら水だ、飲め。ごくごく、ありがとう。実はサウナに長く入りすぎて、水分がなくなって、過度なサウナは命に関わるから、マジでやめておけよ。さっきのお前、まるでミイラみたいになってたぞ。ミイラ、ミイラって言ったら、最近ミイラのニュースを見た気がするわよ。お、なんだ？ミイラに興味があるのか？それじゃあ、今回は巨大頭のミイラ化した謎の生物たちについて解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速。おっと、その前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、ベルギー最大のテーマパーク型動物園、パイリダイザ動物園で発見された、ミイラ化した謎の遺体についてだぜ。そのミイラは、頭部が細長く猿のような姿になっているのだが、明らかに猿とは別の生物だ。一体どんな姿をしているの？写真はあるのよね？もちろんだぜ。こいつがその、謎のミイラの写真だ。うわぁ、確かに頭が妙に伸びてるわね。それにて足が妙に細長い気もするわ。この奇妙なミイラは、遠征探検隊が1875年に回収したものだと言われている。遠征探検隊はこれまでに、イギリス・ヴィクトリア朝の呪われた人形や、8本足の子羊の胎児、さらにはエジプトのハヤブサや猫のミイラ、
19世紀にアルゼンチンで発見された本物の隕石など、数多くの謎の物体を回収している。しかし、このミイラ化した謎の遺体ほど奇妙なものはなかったんだそうだ。それだけ多くのものを見つけてきた探検隊なら、きっとこのミイラも作り物ではないんでしょうけど、発見地はドイツなんだそうだが、この画像が SNS に拡散されたところ、エイリアンのミイラ、人魚のミイラなど、未知の生物のミイラである可能性を指摘していた。やっぱりそうよね、基地の生物の姿ではないと思っていたけど。でも、この生物、ミイラである以上、CT スキャンとかはもちろん行われたんでしょう？そこなんだが、ちょっと奇妙な点があってな、ミイラはミイラなんだけど、この生物、どうやらちゃんとした調査は一切行われていないらしいんだ。え？調査が行われていないって、どうしてよ？動物園側は、ちゃんとこの生物を調べたらしいんだが、なぜか調査内容を明らかにしていないんだ。え？どういうこと？調査はしたのよね？ああ、どうやらちゃんと調査は行われて、結果も出ているみたいなんだが、この生物の正体について、全くコメントを残していないみたいなんだ。どうしてかしら、何か知られちゃ困ることでもあるの？可能性は二つ。一つは、実は作り物だったが、展示品でもあるので作り物だと言えずに黙っているパターン。そしてもう一つは、正体を明かしてはいけないような、やばい生き物であった可能性だな。正体を明かしちゃいけないって、どんな生物がいるのよ。例えば、本当に宇宙人の遺体だとして、それを公にしてしまうと、大パニックが起きるから、正体を明かさないままにしてある、とか。ええ？大パニックなんか起こさないから、正体を探ればいいのに。そうもいかないんだよな。ここで宇宙人が実在すると認めてしまうと、これまで世界中で発見されてきた宇宙人も、皆実在するということになりかねない。特にアメリカなんかは宇宙人が頻繁に飛来しているという説が強くなっているから、宇宙人が実在するイコールアメリカに現れた宇宙人は本物。アメリカはすでに宇宙人と契約まで結んでいる、という説を補強しかねないんだ。それが何か問題でもあるっていうの？問題終わりだぜ。アメリカとしては、宇宙人と契約をしているというのは伏せておきたい。なぜなら、凄まじい科学力を得ていて、その力でいつか戦争が起きた時に、圧倒的な力の差を見せつけてやりたいところだからな。もしもアメリカが宇宙人の技術を得ていることが世界に知られたら、各国はそれに対抗した力を蓄えるに決まっているだろう。それじゃあ、もしかしてミイラの正体を伏せているのはアメリカからベルギーに圧力がかかってるってこと？アメリカからかもしれないし、他の国からの圧力かもしれない。メキシコも頻繁に UFO が飛んできているようだし、メキシコが何か隠している可能性もあるぜ。なんか陰謀論じみてるけど、確かにちょっと可能性はあるかもねー。他方で、このベルギーの博物館には人が作った生き物でいっぱいだという、閲覧者の発言もあるみたいなんだ。人が作ったものってどういうこと？要するに、ミイラや骨なんかは、全部レプリカで本物の遺体なんかどこにもないってことだよ。え？そんなのあり？まあ、調査をしているにもかかわらず正体は教えないという姿勢じゃ、そうなるのは仕方ない。できることなら正体を明かしてほしいんだけど、やっぱり難しいのかしらねー。続いて紹介するのは人魚のミイラだぜ。お、出たわね人魚のミイラ。日本でもちょくちょく話題になるもんね。話題になっているのは、この人魚のミイラだ。手を目元まで持っていって、まるで泣いているかのようなポーズをとっているのが印象的だな。何か悲しいことでもあったのかと思うくらい、奇妙な姿でミイラになってるわよね。これってどこで発見されたミイラだったの？保管されているのは岡山県浅口市のお寺なんだが、そのお寺に残されている明治36年11月の文書によると、どうやら江戸時代中期に、高知沖の漁網にかかった謎の生物なんだという。人魚はこれまでも何度か海岸に打ち上げられていたり、網にかかった姿が撮影されたりと、実在の可能性を指摘されている生物だ。現代では海が汚染されている影響からか、個体数はかなり減っていると考えられるが、江戸時代なんかには、結構頻繁に見かけられたという情報もあるぜ。それで、この人魚のミイラも江戸時代に漁網に引っかかったと。だけど、そんな都合よく見つかるものかしら。じゃあもしかして、捕まったのが悲しくて、こんなに切なそうな表情をしているのかしら。その可能性はあるかもしれないな。人魚は人間の頭をしているだけあって、かなり賢い生物だとも言われているほどだ。怒りや悲しみといった感情も持ち合わせているだろう。そんなのをミイラ化して、寺に展示しておくっていうのもかわいそうな気も。だから、とある番組でこの人魚のミイラの正体が探られたんだ。寺もミイラの正体について知りたいと考え、取材に応じることとなった。調査方法は CT スキャンや DNA 解析など、最新の技術が使われたようだ。でも、よくお寺さんもそんな調査に乗ってくれたわねー。住職さんが言うには、数百年経過しているミイラだし、かなり至るところで劣化を感じているんだそうだ。
このまま保管しているだけでは風化が進んでしまい、いずれ壊れてしまう危険性もある。住職さんとしても、正体を探って、保管方法を確立したいって思いなのかしら？そういう思いもあったようだぜ。そうして、人魚のミイラの調査が行われた。見た目からは、魚のヒレのようなものが確認でき、さらに人の手が見え、指には爪も確認できる。まるっきり人間と魚の両方の特徴を合わせ持っている、という感じなんだが。これが本当に人魚だったらいいけど、どうなったのかしら？まず CT スキャンと X 線解析が行われ、中間報告が行われた。中間報告の中では、口の中に並んでいる円錐状の歯について触れられた。この歯は爬虫類や肉食系の魚と同じ特徴を持っていることが判明したぜ。まあ、見るからに凶暴そうな見た目だし、水中で他の魚類を食べていたのかしらね。次に、鱗の確認が行われた。鱗は魚類のものが付着しており、しかし体毛は哺乳類のものが生えていたという。魚類の鱗に哺乳類の体毛？一体何がどうなってるの？猿と魚のハイブリッドみたいな生き物だってことかしら？しかし、獣医学専門家が頭部を確認したところ、猿とは全く関係ない生物の頭部なんだとか。さらに最も驚かれたのは、この生物の保存状態の良さだったらしい。保存状態の良さ？江戸時代に発見されたというのなら、少なくとも200年は時間が経過しているはず。それにしては劣化が少なく、綺麗な状態だったのが驚きだったそうだ。へえ、それじゃあ住職さんが丁寧に保管してくれていたってことかしら？どうだろうな。その後も解析は進められていった。そして、ついに最終結果が出ることになった。解析の結果、頭部や胴体の土台は、粘土や石膏で作られていることが判明した。は、粘土、石膏。続いて、鱗のような皮膚の胴体の表面は、フグの皮をつなぎ合わせていることが判明した。ちょっと待ってよ。つなぎ合わせたって、何言ってるの？そして下半身は、沿岸域に生息しているニベ科の魚から作られた可能性が高いというんだ。待ってってば、さっきからつなぎ合わせたとか作られたとか、それじゃあまるで、この生き物が作り物みたいな。もう察しがついているんだろう？ CT スキャンの結果、この人魚のミイラは偽物であるということが判明したんだよ。そんな、せっかく発見された人魚のミイラだったのに、残念がっているのは、他の人たちも一緒だったろうな。さらに作られた年代まで判明し、どうやら江戸時代ではなく、1888年頃の明治時代が有力視されているらしいんだ。江戸時代に発見されたっていうのも嘘なの。道理で保存状態がいいわけよ。発見年が伝聞よりも最近だったことに加えて、粘土や石膏など、非生物の部分が多いということから、腐敗や劣化などの現象が起きにくくなっていたのも要因だろうな。でも、それじゃあどうしてわざわざこんなものを作る必要があったのよ？将来私たちみたいな未確認生物好きを騙して遊ぶため？いや、そんな何百年も先のことを考えて行動はしていなかったと思うぜ。江戸時代には、人魚や空想の生物などを模したものが多く作られ、見せ物として展示し、現代でいうところのお化け屋敷のようなものとして展開していたと言われている。そのことから、もしかしたらこの人魚のミイラも、江戸時代の娯楽に倣って、娯楽として楽しむために作られたんじゃないかと言われているんだ。娯楽としてねえ、でもこんなのあっても、私は楽しめないけど。まあ現代と当時では価値観が違うからな。また、このミイラは商用利用の可能性もあるという。商用利用、どうして？明治時代になると、外国人の輸入もかなり増えてくるようになるんだ。その中で、日本に来た外国人が母国に帰るときに、何かしら手土産を買っていく。その際日本で人魚のミイラを持って帰るのは、珍しいものとして人気になっていたんだ。に、人魚のミイラを旅の思い出に、あんまり想像できないけど。かつてのヨーロッパでは、栄を欲してミイラ化させたものを、未確認生物や宇宙人のミイラとして売っていたという歴史もあるくらいだから。人魚を作ってそれを売るというのも、決してありえない話ではないんだよ。ジェニーハニブアーという名称で、未確認生物扱いされていたみたいだぜ。まあ確かに、こんな不気味な見た目をしているんじゃ、未確認生物だと言われても不思議ではないけどな。うわーこわ、確かにこれは未確認生物かもしれないわね。また、A のミイラに少し加工を施して、竜のような姿にしていたという例もある。当時はまだまだ未知の生物が多かったから、未確認生物として扱われることも多かったわけだ。なるほどねー。しかしまさか、人魚自作しちゃうだなんて。本物の人魚のミイラじゃなくて、ちょっと残念だったか？っていうか住職さんとしては、せっかくの人魚が偽物だったのはショックじゃない。確かにその気持ちもあるようだが、住職さんとしては、保存は続けるとの意向を示しているようだ。そうなんだ。意外だったわ。確かにずっと謎のままにしておくべき、という意見もあるんだが、それでも長い間保存を続けていたのも事実だから、大切にしていきたいらしいんだ。
なるほどね。でもまあ、日本だけでなく海外でも人魚のミイラはいくつか発見されているわけだから、他の国ではどんな感じになっているか、確認していけるといいな。続いて紹介するのは、宇宙人の遺体と呼ばれるナスカで発見されたミイラだぜ。またしても宇宙人のミイラ。今度のはどんな見た目をしているのかしら？早速写真の方を見せていこうか。こんな感じの見た目をしているぜ。体育座りをしているわね。足を畳んで腕で抱えているわ。姿勢も奇妙だが、もっと奇妙なのはその形状だ。頭部は細長く、両手は3本の指になっていて、足の指も人間のそれよりも細長い。地球外生命体だと認識する人も多く、この謎のミイラは世界中で注目されることとなった。身長は168センチ、目は閉じているが、大きさは人間のそれよりもはるかに上らしいぜ。一体何者なの？このミイラ。このミイラはマリアと名付けられ、1990年代にナスカの遺跡で発見されたそうだ。さらに近年 X 線検査も行われたんだが、その結果、内部にははっきりと、人間に近い骨などの構造が確認できたらしい。ってことは、さっきの人魚のミイラみたいに、作り物の可能性はなくなったってことね。そういうことだ。しかし人間かと言われればそうではない可能性の方が高い。指が3本しかないが、わざと指を描くような細工が施されている様子もないんだ。そういう点から、このミイラは本当に宇宙人のミイラなのでは？と言われるようになった。本物の宇宙人のミイラ、まさか、信じられないわ。X 線だけじゃ足りないわよ。DNA 検査とかもしてみたらどうなの？ DNA 検査もしてみたところ、どうやら、人間でもなければ、基地の哺乳類でもない、謎の DNA を持っていることが判明したんだ。さらに骨は人間のそれよりも、鳥類に似ていることなども判明しているぜ。人間の DNA じゃなくて、さらに鳥類の骨に似ているですって、ますます意味不明だわ。さらに少しずつ調査は進められていき、この生物の内部にまで調査が及んだ。その結果、内部に内臓などの器官が存在していることも分かった。本当に生きていた生物が、ミイラになったということが判明したわけだ。どんどん謎の生き物っぽさが分かっていくわね。でもどこからやってきたのかしら。残念ながら、どこからやってきたのか、そして何の生き物なのかまでは判明していない。ナスカには何かと謎の建造物が残されていて、さらに壁画なんかもあるから、古代の未知の文明がいくつか残っているのはわかるんだが、宇宙人との接点があるかどうかははっきりとはわかっていない。ただ、かつてのペルー南部のパラカスにおいて、ある奇妙な文化があったことが判明している。ある奇妙な文化って？一体何をしていたの？パラカスで部族長をしていた人間たちは、なぜか自身の頭部を変形させるために、頭に縄などを巻いて、頭骨を伸ばしていたと言われているんだ。これが実際に発見されている、パラカスの頂骨頭蓋骨なんだが、明らかに長いだろ？こんなに長くなっちゃうの？人間の頭が？少しずつゆっくりと締め付けを強くしたり、締め付ける部位を多くすることによって、このような頭部にしていたようなんだが、問題はなぜそんなことをしたか、だ。確かにねえ、なんでわざわざこんな痛そうなことをしなきゃいけないのかしら。これは一説によると、ある存在に憧れて、それに似せようとしていたらしいんだよ。ある存在に憧れて、それじゃあその存在は、この人たちみたいに、頭骨が長かったってこと？そうだな、しかしそんな生き物は地球上には存在しないはずだ。そして、ペルーのナスカには有名なナスカの地上絵がある。この地上絵は、俯瞰してみなければ何を描いているのかまるでわからない。確かにそうよねー、遥か上空からじゃないと、何なのかわからないはずなのに。どうやって描いていたのかは、未だに謎に包まれているのよね。そうなんだが、何か引っかからないか？霊夢、頭部を妙に長くする文化と、俯瞰しないとわからない謎の地上絵。これら二つのことを考えると、宇宙人が UFO に乗りながら、上空からこのように賭けと指示を出していたんじゃないかと思われるぜ。宇宙人が指示を。そしてその宇宙人たちは頭骨が長く、すごい科学技術を有していた。当時のペルーにいた人間たちに多くの知恵を授け、そして神のように崇められた。人間たちは宇宙人たちに憧れ、族長は宇宙人と同じような頭骨になることで、彼らに近い存在になろうとした、と解釈することもできるんだ。そんなまさか、あくまでもこじつけのレベルだわそんな話。確かにこじつけのレベルかもしれないが、しかし状況的に見ると、そうやって繋げて解釈することもできるというわけだ。地上絵がなぜ描かれたのか、そして地上絵の意味することは何なのか、その辺は一切わかっていないし、頭骨を伸ばした意味は、その全てが謎に包まれてしまっているぜ。よくわかってないけど、それじゃあペルーをもう少し調べてみたら、何かがわかるのかしら？さあな。ペルーを調べてみるよりは、マリアと名付けられた、あの謎のミイラをもっとよく調べる方がいろいろとわかることがあるかもしれないぜ。
なんせ人間ではない、奇妙な生き物であることは間違いないんだからな。確かにそう言われてはいるけど、でも、仮にマリアが宇宙人だとして、マリアの仲間たちは、マリアの遺体を回収に来たりしないのかしら？これに関しては何とも言えないな。ナスカの地上絵が描かれたのは2000年前。この2000年の間に、マリアの他の仲間は自分たちの星に帰ってしまったか、あるいは、他の星の開拓に行ってしまった可能性もある。開拓ねえ、それじゃあ地球にやってきたのも、もしかして開拓とかするつもりだったってこと？さあ、もしかしたら地球をもっと豊かな星にするために、科学技術を教えに来たのかも。でも、どうしてそんなことを？もしかしたら、地球をもっと栄えさせて、よりいい星になったタイミングで侵略するつもりかも。人間たちに進化させて、その後美味しくなったら自分たちで狩る、それじゃあまるで収穫みたいだわ。地上絵はもしかしたら、宇宙からどの星だったかチェックするための、マーキングのような役割を持っているのかもしれないぜ。まさか、それじゃあ地上絵が消されちゃったら意味ないじゃない。ところが、地上絵が描かれているナスカは乾燥地帯になっているから、雨などで消えることはまずないんだ。さらに地上絵を描く石灰質の土は、朝と夜の寒暖差によって酸化して硬化していく。これによって風化に強くなっていき、2000年が経った今でも色濃く残っているというわけだ。もしかして宇宙人たちは、最初からそうやって長期間残ることを知っていたのかしら？おそらくその可能性が高いだろうな。まったく、高度な知的生命体たちだ。マリアのことをもっとよく調べれば、この地上絵を描いた宇宙人のことについて、もっとよくわかると思うんだが、もうちょっと詳しく調べてもらえないものかしら？もしかして、ここでも謎の圧力がかかって、正体判明を妨害している人がいたりするものなのかしら？その可能性も十分にあるだろうな。正直なところ、このままマリアは正体がわからないままにされる可能性が高い。仮に正体がわかったとしても、その事実は永遠に闇に葬り去られそうだ。そんな、せっかく地球史上最大の謎が解明されるかもしれないのに。まあ、宇宙人って存在がまだ未知の存在であるうちは、マリアの正体もわからないままじゃないかな。逆に、宇宙人がもっとポピュラーなものになれば、正体もすぐにわかると思うんだけどな。宇宙人、もっと身近な存在になってくれないものかしらねゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。やっぱり寒い時こそアイスよねー。アイスは暑くても寒くても美味しいわ。なあに食ってんだよ霊夢。私の分は？ないに決まってるじゃない。欲しかったら自分で買ってきなさいよ。お前な。じゃあそんなに見せびらかすようにして食うんじゃねーよ。いやよ、もっと羨ましがって悔しい思いをするがいいわ。まったくお前ってやつは、そんなにアイスばっかり食ってると、ミネソタアイスマンみたいに、氷漬けになっちまうかもしれねえぞ。ミネソタアイスマン。なんかどこかで聞いたことあるわね、その名前。なんだよ、結構有名な未確認生物だが、知らないのか？それじゃあ、今回は近年発覚したミネソタアイスマンの真相について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速。おっと、その前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まずは、ミネソタアイスマンについて少しおさらいしておこうか。1967年5月、氷海に保存された氷河時代の人間、という触れ込みで、氷漬けになった獣人が、見せ物として公開されたんだ。世紀の大発見だぜ。著名な動物学者が調査に名乗りを上げて、見せ物の公用主である人物に連絡を取り、実際にその生物の検視を開始した。その獣人は人かに近い未知の生物と、結論付けられて、ミネソタアイスマンと呼ばれるようになった。このポーズ、見たことあるわよ。確かにこんな格好の獣人、いた気がするわ。氷河時代を生きたということで、こんなに保存状態がいい獣人が見つかるとは、と、多くの科学者や、未確認生物ファンたちが感動したところなんだが、ところが、奇妙な点が確認された。アイスマンには、銃撃された痕跡があったんだ。氷河時代に銃を持った人間がいるはずはない。つまり、アイスマンは近代に生きていて、銃撃を受けた後に氷漬けになったということになる。なんですって。こんな獣人が近代にいるはずないじゃない？何かの間違いなんじゃないの？アイスマンは一体、どこで誰に撃たれたのだろうか。そしてその傷がきっかけで死ぬことになったのだろうか。あらゆる疑問点が出てきた。その謎を解く鍵となったのが、1966年11月1日のワールド・トリビューン紙の情報だ。情報誌によると、ベトナム戦争の最中、米兵が一頭の巨大な類人猿を射殺した。ベトナムには大型類人猿はいないため、未知の生物となると伝えていたんだ。そして、さらに驚くべきことに、当時のベトナム戦争では、
ミネソタアイスマンを見せ物として公開した興行主も従軍していたらしいんだ。とても偶然とは思えないわ。その興行主、最初からミネソタアイスマンの存在を知っていたってことなんじゃない？それは断定はできないんだが、動物学者たちは、興行主がベトナム戦争時代に獣人を発見し、そいつを銃で射殺した後、見せ物として稼げると考え、戦死者を運ぶ棺に死骸を隠し、アメリカに持ち込んだのではないかと推測したらしい。本当にそんなことしたのか、直接確認とかできないのかしら？残念ながら、真相が判然としないまま、この謎は永遠の闇へと葬られることになるぜ。なぜなら、ミネソタアイスマンはある日を境に、行方不明となってしまうんだからな。行方不明ですって、そんな都合よく行方不明になるものなの。確かに急すぎる話だ。どうやら盗まれたなどと言われているんだが、詳細はわかっていない。最初にミネソタアイスマンを検視した動物学者は2001年に他界するまで、アイスマンを未知の原人であると、かたくなに信じ続けていたらしい。しかし、世間は作り物であると言ったり、類人猿の死骸を加工した偽物と断定したりで、アイスマンが本当にベトナムから運ばれたものかすら検証されることはなかったんだ。しかし、何年もの時を経て、噂の元をたどり、現地ベトナムに足を運んだ人物がいたそうだ。その人物というのが、日本人の今泉忠明氏だぜ。あら、日本人でそんなことをしてくれてる人がいたなんて。有名なところとして、残念な生き物辞典という本を監修している人物だぜ。他にも環境庁の西表山猫の生態調査に参加するなど、動物の研究に熱心な人物だ。そんな今泉氏が、日本ではあまり行われない未確認生物の調査を行ったのは1995年のこと。当時、ベトナムから運ばれたアイスマン情報が真実かどうかを検証するため、テレビで特別番組が企画されたんだそうだ。ベトナムの獣人を探す企画だったみたいだぜ。その番組の企画に、今泉さんが参加することになったってわけ？そうだな。今泉氏がこの企画に参加することになったのは、その前の年に謎の動物の百科という、未確認生物についての本を執筆していたからみたいなんだ。今泉氏が言うには、以前から未確認生物の存在は決して否定できないという思いがあり本を書いたらしい。さらにそれがきっかけで、調査隊参加を依頼され、現地で未知の存在を検証することにはロマンがある。それが引き受けた理由だった、と語っているぜ。なんて未確認生物に対して熱い人物なのかしら。日本にそんな人がいてくれるなんて。獣人調査隊には、今泉氏をはじめ、山岳登山家や、オーストラリアの未確認生物研究者など、十数人が参加し、同年10月22日にベトナムに出発したらしいんだ。しかし、調査をする前からいきなりトラブルが発生したみたいだぜ。あら、何か忘れ物でもしちゃったのかしら？ベトナム政府に、調査の目的は獣人探しだと正直に伝えたところ、我が国にはそのような不思議な生き物はいない。と怪しまれてしまい、ホテルから一歩も出るなと、軟禁されてしまったらしいんだ。トラブルどころか、いきなり調査不可能じゃない？なぜそこでベトナム政府が？という疑問は生じてくるんだが、幸いなことに、見張りが四六時中いるわけじゃなかったみたいで、その隙をついて、情報収集に奔走することになったらしいぜ。それ、もしもバレたら国際問題とかに発展するんじゃないの？よくもまあそんな危険なことが平気でできるもんだわ。その辺はちょっと作り話感を感じてしまうのが正直なところだが、まだ話は続いているから、紹介も続けていくぜ。どうやら情報収集をしていく中で、ハノイ大学に獣人の足跡を持つ研究者が、いることが判明したらしいんだ。しかし、その研究者は写真を見せるのを渋ったらしい。まあ、変な目的で入国してきた変な人たちだからね。ちょっとは怪しんでたんじゃない？とは言いつつも、同じ未確認生物好き同士、何か惹かれ合うものがあったんだろうな。一瞬でもいいから見せてくれと伝えると、なんとか一瞬見せてくれたらしい。しかし、その一瞬見ただけで、それは未知の獣人の足跡ではないとわかったそうだ。何の足跡だったのよ？どうやら、熊の足跡だったみたいだぜ。熊、でも、よく獣人のと熊のを一瞬で見分けられたわね。獣人か熊かは、ビッグフットの足跡で散々見分けられてきてるからな。特に獣人を追いかけている研究者たちなら、その違いは一目瞭然だったんだろう。調査隊は、それ以上ベトナムで手がかりは得られないと判断し、帰国の途に着いた。せっかくベトナムまで渡ったのに、これで調査はおしまいなの。悲しい。しかし、当然ながらこれだけでは終わらない。1ヶ月後、調査隊はラオスへと向かったそうだ。いきなりラオス？どうしたのよ？アイスマンの噂はベトナム戦争が元であり、国境を挟んで、ラオスもベトナム戦争の戦場の一部になっていたからだ。ラオス政府には、自然を取材に来た、と嘘をついて入国したみたいだけどな。
あはは。ベトナムでは軟禁されたわけだしね。失敗から学んでるわね。調査隊はまず、首都ビエンチャンで準備を整え、そこからベトナム国境に近い町、ラクサオへ向かった。途中で立ち寄った村でも、獣人に関する聞き込みは行ったらしいんだが、残念ながら、ベニガオ猿と呼ばれる猿の目撃談しか得られなかったらしい。これはこれで獣人っぽいけど、本物の獣人の情報が聞きたいところねー。そんなこんなでラクサオに到着し、現地で聞き込みを続けていたら、大きな収穫があった。なんと住人の一人が、アイスマンらしき生物を目撃したというんだ。ついにアイスマンの情報にたどり着いたの、長かったわねー。現地の人に話を聞きながら、それを元にスケッチを書いたらしい。それがこれだ。おお、これぞザ、獣人って感じだわ。本当にこんな獣人がいるのね。こいつはラクサオからさらに奥地、山を挟んでほぼベトナムと言える地域の、ババン村という村によく出没するということだった。調査隊一行はもちろん、この目撃証言をもとにパバン村へと向かうことになったぜ。そしてパバン村に到着し、聞き込みを始めると、早速驚きの情報を得られた。どうやら村の長老が言うには、獣人は昔から村の岩山の洞窟にいたというんだ。村の岩山の洞窟に、村の近くに生息してたってこと？そういうことだろうな。だが、獣人の解釈が調査隊とは異なる可能性もある。そこで、今泉氏は用意しておいた様々な霊長類の写真や、原人の復元図を長老に見せて、どれに最も近いのか確認してもらうことにしたんだ。すると、長老は冷静に霊長類の写真を見れば、ゴリラ、オランウータン、などと区別をして、原人の写真を見れば、北京原人や、アウストラロピテクスなどとコメントしたんだ。しかし、最後に残していた聞き込みで得たスケッチを見せたところ、こいつが獣人だ、とはっきり答えたらしいんだよ。本当に獣人がいるんだ。長老が言うなら間違いないわね。もちろん調査隊は、次にその獣人の様子を見に行ったんでしょう。そうする予定だったんだろうが、話はちょっと変わってきてしまうぜ。長老が言うには、戦争で洞窟が空爆されて以来、獣人を見ていないそうなんだ。死んでしまったか、脅威を感じて別の場所へ移動してしまったかは定かではないんだが。そんな。ここまで来て、姿を見ずに帰ることになるの。今泉氏たちも、さすがにここまで来て痕跡すら見ずには帰れないと思ったようだ。野営地まで設置して、なんとか現地の洞窟まで向かおうとしたんだが、村から1日以上かかってしまい、食料や装備も足りなくなってしまった。これ以上の捜索は不可能だと判断し、結局洞窟まではたどり着けなかったらしいんだよ。残念すぎる。洞窟に行けば、何か証拠が見つかったかもしれないのに。しかしだ、洞窟に行くことはできなかったが、付近には獣人が生息している。このことが判明しただけでも大きな進歩だし、さらに面白いこともわかったんだよ。どうやら獣人の姿について、村の人それぞれで言っていることが違ったらしい。さらにスケッチをしてみると、馬のような顔をしていて、さらに終わり食いのように身構える姿勢まで見せるとも言われていたそうだ。ちょっと。獣人とはかなりかけ離れた見た目になってるじゃないの。どうしてこんなに見た目が違うの？もしかして2種類獣人がいるとか？その可能性もあるかもしれないが、今泉氏自身が見解を披露してくれている。ラオスの山奥には、ガウルという世界最大の野獣が生息しているらしい。現地ではガウルは神聖な生き物として扱われていて、このガウルがパバンで目撃される猿のような獣人の、情報と、伝言ゲームのように混ざってしまった結果、噂の一人歩きが起きたのではないかというんだ。牛と獣人のハイブリッドってわけねえ。なかなか興味深い話だわ。ちなみに、今泉氏はさらにもう一つ推測を持っているらしい。ラオスには、イエローリーフと呼ばれる、放浪しながら暮らす少数部族がいるそうで、彼らが獣人と勘違いされた結果、さらに噂におひれがついたのでは？とのことだ。少数部族が獣人扱いか。それはちょっと偏見な気もするけど、仕方ないわねえ。でも、長老が獣人のスケッチを見たところこれだ、って断定してくれたのはありがたいわね。やっぱりミネソタアイスマンは実在するのよ。さて、それじゃあ肝心のベトナムの獣人についてだが、ベトナムには古くから、グオイズンと呼ばれる獣人がいる伝説が残されているんだ。グオイズンというのはベトナム語で森の人を意味しているそうだ。ベトナム戦争当時、米兵は森の中で頻繁にこのような獣人を目撃したという情報もある。なんですって？ミネソタアイスマンだけじゃなくて、他にもいたの？最も目撃情報が集中しているのは、ベトナム中部高原、コンプム省モーライ村霊集落。この集落には、ベトナムの少数民族であるローマム族が住んでいるらしい。そして古くからグオイズンにまつわる伝説が伝わっているそうで、さらには古くから住んでいる老人たちは、グオイズンを目撃したと証言しているそうだ。
老人によると、20年ほど前に森の中で、これまで聞いたことのない獣の声を聞いたらしい。村の若い者が獣の正体を見極めようと、剣を手に数人で森の中に入った。嫌な予感しかしないんだけど、うなり声に近づくと、突如5頭ほどの不思議な生き物の群れに出くわしたらしい。よく見ると頭は人の顔によく似ていたが、体は灰色の毛に覆われていて、尻尾はなく、身の丈は1メートルほどあったらしい。2本の足で立ち、森の木を裂いて、その芯を食べているところに遭遇したらしいぜ。ほんと？木を食べるんだその人たち。若者たちはより近くでその生き物の様子を確認してみようと近づいたみたいなんだが、その生き物たちは若者たちに気がつくと、牙を剥いて威嚇してきたらしい。若者たちは慌ててその場から逃げ出したそうだが、もしかしたら危険な生き物かもしれないということで、その後で再び2人の男性が、森の中に入っていったそうだ。しかし驚くべきことに、その男性たちはその後、戻ってくることがなかったんだとか。え？嘘でしょ？一体何があったの？森に男性たちを探しに行っても、遺体すら発見されなかった。このことから、グオイズンは人間を捕まえ、食べてしまう生物だと考えられるようになった。集落の人々は森の人を恐れて、再び森の中に入ることを忌避したという。怖すぎるそんな危険生物だったんだ。ミネソタアイスマンの件で、てっきりただ珍しいだけの生き物だと思い込んでいたわ。さらに恐ろしいことに、遭遇事件の直後に、集落に住んでいる女性が、森の中で一匹の生き物を連れ帰ってきたことがあったらしいんだ。大きさはバナナの花ほどの大きさしかないが、人間のような姿をしていたそうだ。女性はその生き物を育てようとしたが、泣きわめくばかりでじっとしておらず、用意したお粥や取ってきたタケノコなども一切食べようとしなかったらしい。毎度のことだけど、どうしてそんな奇妙なもの拾ってきちゃうのかしらねー。ある時、女性がその生き物を連れて小川で体を洗ってやると、川にいたカエルやタニシを捕まえて食べている姿が確認されたらしい。その後大きくなったら、家畜小屋の鶏を食べ出したらしく、村人は恐れをなして、その生き物を森へ戻させた、という話があるそうだ。それ、本当の話なの？作り話じゃないでしょうね。集落に住んでいる老人の話だ。写真など証拠が残っているわけじゃない。だから信憑性の話をするならかなり薄いんだが、それでも、老人の昔話って、不思議な引力があるからつい聞いてしまうんだよな。まあ確かにそれはちょっとわかるけど、証拠があれば信用したのにな。獣人に関する目撃情報は米兵だけでなく、当時のベトナム兵も残しているらしいが、1966年、クアンナム省868高地と言われる場所で、事件が起きたんだ。海兵隊のある部隊が、ベトコンによると思われる動きを茂みで発見したと隊員に報告した。隊員は無電を通じ、部隊に対して発砲しないようにと伝えたそうだ。すると、ほどなくして部隊から返答があり、ベトコンではなく、ケムクジャラで二足歩行の、人の姿に似た生き物に囲まれている、という無電が入ったそうなんだ。冷え。さっきの話を踏まえると、かなり危険な生物に囲まれてる状況ってことじゃない。元海兵隊員のクレイグ・ロバーツは、海兵隊の戦友会のウェブサイトにて、獣人の目撃証言を綴っているそうだ。海兵隊員はその生き物には命令通り発砲はせず、代わりに石を投げつけたらしい。しかしそうすると、生き物はその石を投げ返してきたらしいんだ。あ、そこは腕力じゃないんだ。ちょっとだけ可愛いかも。やむなく銃剣でそいつらと交戦したが、海兵隊員にも負傷者が出たらしい。その戦場には、その生き物の屍もいくつか残されたと記していたそうだぜ。米兵はこの事件から、獣人のことをロックエイプと呼んだそうだ。ロックエイプの目撃談で共通するのは、身長が150から180センチであること。二足歩行で力は強く、赤茶色の毛で覆われているという点があった。やっぱり、グオイズンと同じ特徴ね。ベトナム戦争からさらに時代が遡って、19世紀から20世紀半ばまでの、フランス植民地時代にも、ベトナムで人でもなく、猿でもない獣人の目撃談が、数多く記録されているらしいぜ。ベトナム南部に宣教に訪れたフランス人のミッショナリーや神父、探検家や人類学者が、獣人の目撃談を記録しているという情報もあるぜ。かなり頻繁に、獣人は目撃されてきたのね。それじゃあ、一体くらい捕獲して、アメリカに持ち込まれてもそりゃ暴れないか。むしろ、貴重なサンプルをアメリカに持ち込んでくれた素晴らしい人物として評価すべきなんだが、オシムラクは、その人物はアメリカ軍にそのまま引き渡したりせず、自身の利益優先で、公用に利用しようとした、という点だな。DNA 検査など、詳しく調べることもたくさんあっただろうに。そうよ、公用用にアイスマンを捕まえるなんて、もったいないことしてんじゃないわよ。ベトナムのグオイズンの研究であるビエト博士によると、ベトナムでは2度ほど、政府が公式的にグオイズンを探索するミッションを行ってるらしい。
一度目は1974年、まだ南北ベトナムが統一される以前のことだ。ベトナムでは数百年にわたって、グオイズンの伝説が伝わってきているが、その実態を調査するため、ベトナム政府は考古学研究所や未確認生物研究者たちを集めて、調査隊を編成して森へと派遣したそうだ。一度目の調査では何の成果も得られなかったそうだが、二度目の調査では、グオイズンの生息域が、分かったとコメントを残しているらしいぜ。え？生息地分かったの？それは結構大きな進歩なんじゃない？グアナム省から旧風化印象にかけての中部東南海岸、および、チュオンソン山脈西部の5省に生息していると推測されている。確かにベトナム戦争当時もこの区域は戦時に巻き込まれていたから、目撃情報の場所も一致する。ただ、戦争によって彼らの生息域は大幅に狭まったとは言われているな。やっぱり戦争ってろくなもんじゃないわね。生息域が狭まるようなことになるんだから。さらにグオイズンに関して、足跡も発見されたそうだ。一番右はビッグフットの足跡だと言われ、左の3つはグオイズンの足跡だそうだぜ。なんだか、指のサイズが異様に大きいように見えるわね。そんな不思議な足の形をしているのかしら？生息域だと見られる場所で発見された足跡だから、おそらく本物だとは思うんだが、不思議なことに、これまで何度も目撃情報があるにもかかわらず、調査をするとなった時は、一切その姿を見せてくれないんだよな。未確認生物ってそういうもんよね。探してない時に見つかって、探そうと思うといなくなる。一応、頻繁に目撃されたのはベトナム戦争以前の話だからな。戦争が終わってから探しても、生息域からは逃げ出してしまい、どうやっても見つからない、というのは普通にありえそうな気はするが。やっぱり、例の公用主が持ち帰ったものをちゃんと調査するべきだったのよ。大体、どうして行方不明になんかしちゃうの？もっとちゃんと管理しておきなさいよ。何分珍しい存在だからな。もしかしたら金目当てで盗んでいったか。あるいは、米軍がその希少性を認識して、こっそり奪い返したか。米軍からしたら、もともと米兵が持ち帰ってきたもののはずだから、取り返したと考えていそうだし。まあ、そもそも奪い取らなきゃよかった話だし、これはどっちもどっちな気もするわね。ミネソタアイスマンはこれまでの情報では、捏造や、作り物であるという話が一般的で、行方不明になったという情報も、正体がバレそうになったところで、永遠の闇に葬り去ることで証拠隠蔽を図ったのではないかと言われていた。しかし、今回のグオイズンの件を考えると、一概にそうとも言い切れなくなってきたんだよな。もともとミネソタアイスマンって、古代の氷の中に眠っていた存在、って言われてたわよね。それが銃弾の跡が見つかって、古代に銃弾なんてあるはずがないって話になって、これは偽物だ、っていう話の流れになった、っていう認識なんだけど、おおむねその認識であっていると思うぜ。しかし、もしもミネソタアイスマンが、ベトナム戦争の際に銃撃されたグオイズンであれば、すべての辻褄が合うことになるんだ。でも気になるのは、どうして氷漬けになっていたかっていう部分よ。わざわざベトナムから連れ帰ったものを、氷漬けにする必要ある？おそらく、腐敗を防ぐのが最初の目的だったんじゃないかと思うぜ。大量の氷で冷やしているうちに、これは氷の中から発見された獣人、ということにした方が受けがいいんじゃないか？と公用主が考えたとか。真面目に考えなさいよ。いやいや真面目に考えてるってだが、金目当てであれこれやろうとすると、大概どこかでほころびが発生するものだからな。実際それでミネソタアイスマンも、疑惑の数々をつつかれ、結局偽物って説が一般的になってるし。もったいないと思うのよね。下手に氷の下から見つかったものですって言わずに、ベトナムで殺してきた獣人ですって正直に言った方がいいと思うのに、それはそれで大問題になるからな。ベトナムから無断で持ち出したってなると、国の所有物を無断で持ち出したことになるから、国際問題に発展しかねないぜ。あ、それもそうか。じゃあどうするのが正解だったのかしら？ある意味では、氷の下から見つけた、というのが最大の抜け道だったのかもな。まあその抜け道もうまく機能せず、ミネソタアイスマンはどこかに行ってしまったわけだが、もうちょっと公用主が賢ければな。道の獣人についてもっといろいろわかったのに。残念だったな霊夢。もしも詳しく調べたかったら、ベトナムの森を散策して、出会えないか調べてみたらどうだ？でもさ、人間を襲うような危険な生物みたいだし、さすがに装備なしで森の中に入るのは私も怖いっていうか、大丈夫、直接人間を襲ったという話は今のところないから、怖いのは森に調査に行った男性2名が戻ってこなかったという話だけど、だからそれが怖いんだってば、あんたもしかして、私を帰らぬ人にするつもり？まあ、最近ちょっと人任せにしすぎなところがあるしな、この気にしっかり反省してきてもらえれば。いやいやいや、絶対お断りだわそんなの。
だけどさ、もしも霊夢が自分の力でグオイズンを見つけることができれば、霊夢が見つけた未確認生物ってことで、一躍有名人になれるんだぞ。いいと思わないか？ちょっと、まんざらでもないって気になってきたわね。お前が単純なやつでよかったと心から思ってるよ私は。じゃ、さっさとベトナムまで行って調査してこい。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。離陸準備オッケー。それじゃあ空の旅と行こうかしら。待て待て待て、一体何に乗ってるんだ霊夢。何って、ジェット機だけど？なんでお前がジェット機なんか持ってんだよ。落ちてたから、操縦できるかわかんないけど。拾ったもの勝手に使っちゃいけません。元の場所に返してきなさい。はい、残念だわ。まったく、しかし、それがあれば最近見つかった、本物としか思えない UFO が見つけられるかもしれないな。え？本物としか思えない？そんな UFO が見つかってるの？見つかってるぜ。それじゃあ、今回はカメラがはっきり捉えた道の UFO について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず最初に、イタリアのトスカーナ州、ルッカに白昼堂々現れた UFO を紹介しようか。白昼堂々現れた？そんなにはっきり映ってたの？問題の UFO は2024年2月18日に現れたらしい。ルッカの歴史的建造物の合間から覗く青空、そこに異様な形をした UFO が、何かするわけでもなく浮かんでいたんだ。その時の写真が、これになるぜ。ん？何これ、蛍光灯？いや、UFO だぜ。いやいや、これどう見ても蛍光灯でしょ。両端のつなぎ目みたいな部分とかまさにさ。いや、これは UFO なんだぜ。いやいやいや、蛍光灯だって、どこからどう見ても蛍光灯じゃん。UFO はもっと、こういう円盤型のものを指す言葉でしょ？確かに世間一般では、そういう形のものを UFO と呼ぶことが多いだろう。しかし、UFO という言葉は、もともと未確認飛行物体を意味する言葉だ。決して円盤型と限定されているわけじゃなく、今回のような円筒型だって存在しているんだ。円筒型ねー、どこからどう見ても蛍光灯だけどな。一部の人からは、蛍光灯ではなく物星竿だ、という指摘もあったぜ。どっちでもいいわよそんなこと。で、この UFO は一体何していたのかしら？どうやら上空でずっと静止しているだけで、何かしてくる気配はなかったらしいな。近年 UFO 研究家コミュニティの間で注目を集めたり、公聴会で政府によって本物認定された UFO は、メタリックな球体タイプであることが多かったんだが、今回のはそんなのとは全然違うもんね。ルッカといえば、古代ローマ時代に遡る歴史と文化を誇ることとして有名だ。近年はヨーロッパ最大のコミックマーケットの開催地としても知られていて、期間中の街は各国からやってきたコスプレ愛好家で溢れているらしいぜ。古代の街ということもあって、古い伝統がありつつも現代のエンタメが息づいている街並みは、人類の文化を調査する異星人にとっても、興味深いものだったのかもしれないな。まあ確かに、私も気にはなるわ。どれくらいの規模のコミケなのかしら。気になるってコミケの方かよ。いずれにしても、今回目撃された UFO については、その形状から飛行原理に至るまで、人類の理解が到底及ばないレベルに達している。まさに何もかも謎の状態だ。一応、UFO が浮遊しているところを映像に収めた人もいたみたいだぜ。ほんとだ、ただそこに浮遊しているだけに見えるわ。でもこれ、なんか時々消えたりするんだけど、画質が悪いせい？それとも瞬間移動してるの？さあな。動画を見た一部の人からは、編集が雑すぎて消えてるところがあるぞ、と、冷笑されたりもしていたが、他にも目撃者が多いことを見るに、本当にそこには謎の UFO が浮かんでいたんだろう、と思うぜ。一体正体は何なのかしらねえ。とりあえずイタリアに危害はないみたいだから、機会があったら、またイタリアに現れてほしいわね。続いて紹介するのは、南米アルゼンチンにて、とある女性が撮影したという UFO の写真だ。今度は南米、南米も確か、UFO の目撃情報が多い土地よね。ああ、今回紹介する UFO が見つかったのは、2024年2月1日。朝の8時の出来事だったそうだ。女性の旦那さんが運転する車で、同国ティクマン州サンペドロでコララオへ、向かっている途中の出来事だった。女性が空に黒い点が浮かんでいたので、黒うたどりだと思って写真を撮り始めたと語る。あら可愛い鳥。しかし、撮影した写真を確認してみると、女性は驚愕した。なんと鳥だと思って撮影したものは、楕円形をした謎の物体だったんだからな。なんじゃこりゃ？確かにこれは鳥ではないわね。女性はすぐにそれについて確認しようとしたが、残念ながら車は高速道路を走っていたため止まれず、
夫がとにかくもっと写真を撮っておくようにと女性に言ったため、女性は UFO が消えるまでの約3分間、その姿を何枚も収めることに成功したのだという。ただ、UFO が見えたからといって、特別何かしてくるというわけではなかったから、この夫婦は別段怯えたりはしていなかったらしいぜ。でも何もしてこなかったのは偶然かもしれないわ。とにかく無事でよかったわよ。ちなみに、同じ時間に別角度からも写真が撮影されていたらしい。おそらく女性が撮影したものと同じ個体だろう。一体何をしていたのかはわからないが。なんだか、じーっとその場から動かず、様子を伺っているような感じがするわね。人間を監視しているのか、はたまた別の何かを見に来たのか、目的は不明だ。ただ、UFO のシルエットをよく確認してみると、片端部分に何かが付着しているようにも見える。一見するとまるで飛行船のようにも思えるが、飛行船にしては傾きすぎているように感じるし、なぜかその場にあるはずなのに立体感がなく、空中で完全に動きを止めてしまったようにも見えるな。何かしてくるわけじゃないんだろうけど、なんかその場にあるだけで不安になってくる UFO だわ。嵐の前の静けさって言ってな。よからぬことの前は決まって静寂なんだよ。怖いこと言わないでよ。女性は、撮影したこの物体を何かの船だと考えたらしいが、かといって宇宙人の乗り物とも思っていないらしいんだ。とにかく、私はそれを実際に見たのですから、少なくともこの UFO の存在だけは信じると、自らの不思議な体験は紛れもない事実であるとコメントを残しているぜ。まあ、幻覚とかじゃなくて、実際に写真まで残っているわけだしね。ちなみにこの写真は、現地の人気ワイドショー番組でご夫婦の出演付きで公開までされたらしいぜ。発見が2月1日だったのに、これの放送が2月7日だったというんだから、現地の人たちの手の速さが感じられるな。ご夫婦の出演許可までいただいちゃうなんて、行動力すごいわね現地メディア。SNS や UFO コミュニティからは、この写真はただの気球だろうという意見や、窓ガラスに付着した汚れではないか、といった指摘が飛んできていたが、正体はまだわからず。ただ、アルゼンチンといえば、2010年末に世界に先駆けて UFO の目撃情報の、記録、調査を行う組織を空軍内に発足させた国としても有名だ。アルゼンチンそんなことしてたの？そりゃ意外だわ。今でこそ、UFO 情報を公に議論することは当たり前となっているが、14年前すでにこのような組織を立ち上げたアルゼンチンは、他の国よりも UFO に関して一歩リードしていると言える。もちろん UFO に寄せる関心自体が、他国の国民と比べて強いという点もあるだろう。じゃあ、アルゼンチンで UFO がバンバン見つかれば、その分 UFO についての調査も進むのね。よし、UFO よ来い、アルゼンチンにバンバン来い。ま、そんな簡単にやってきてくれたら、誰も苦労してないんだけどな。続いては、世界各地の葉巻型 UFO をピックアップして紹介していくぜ。葉巻型 UFO？ハマキってこんな感じのやつよね。つまり円筒型ってことじゃない。だったら最初に紹介してくれたやつがいるでしょ。あれはお前も蛍光灯だって言ってただろ。よく見ると形が違うんだよ。まず紹介するのは、2013年にイギリス上空で確認されたハマキ型 UFO だ。ああ、なるほど。確かにさっきの蛍光灯とはちょっと形が違うように思えるわね。何やら太陽の光が反射して光っているようにも見える。おそらく金属的な質感をしているのではないかと考えられているな。この UFO も、特に何かしてくるわけではないみたいね。っていうか、これはさすがに UFO じゃなくて、スーパーの上りとかじゃないの？イギリスのスーパーに上りがあるのかは知らんが、少なくとも上りではないぜ。次の画像を見てほしい。な、何？なんか光ってるんだけど？撮影者がしばらく見ていると、突然このように緑色のライトを発し始めたらしいんだ。このライトは地上の人間に対し発されたものなのか、はたまた周辺を飛ぶ仲間にサインを送ったものなのか、それに関しては全くわかってないみたいだ。でも、太陽の光が変な角度から入って、こんな色になったってだけの可能性も、その可能性もどうやらないみたいなんだ。次の画像を見てみてほしい。今度は紫色？コロコロ光の色が変わるなんて、まるで昔のおもちゃみたいね。しかも真っ昼間なのにここまで鮮明に光が確認できるということは、おそらくかなり強烈な光を放っていると考えられるぜ。このような葉巻型 UFO は他の国でも確認されている。例えばブラジル。2011年にたまたま空を見上げていた男性が、謎の浮遊物体を発見して、カメラで撮影をしてくれたみたいなんだ。その時の映像がこれになるぜ。これも典型的な葉巻型 UFO って感じね。今度のは光ってもいないみたいだけど。しかし、形を見るにイギリスに現れた葉巻型 UFO に非常に似ている。さらに2016年6月には、中国の上空でも似たような物体が確認されているぜ。本当にいろんな国で出てくるのね。しかもこの映像、旅客機か何かの上？
そうみたいだな。撮影者はどうやら旅客機の中から撮影しているみたいだ。なるほど。でもねえ、なんだかこの映像に関しては偽物感がちょっとするわ。お、わかるかレイム。なんか下の雲に対して、UFO の動きがヌルヌルしている気がするよな。それに雲にあのように影が落ちるのかも疑問だ。そうよねえ。いや、もちろん未確認な物体だし、もしかしたら本物の可能性もあるけど、他の映像や写真に比べると、ちょっと怪しいというかなんというか。それじゃあ気を取り直して、ロシアで発見されたハマキ型 UFO も見てみるか。本当に世界各地で発見されているのね。今度のはゆったりと動いているみたいだわ。普通の街の上空をかなり長い時間ホバリングしているようにも見える。イギリスなどに現れたもの同様、地上を観察しているのかもしれないぜ。他にもフランス、スペインなどでも同様のハマキ型 UFO が目撃されたと言われている。どこもかしこもそんな風に発見されてるなら、一つくらい回収できてないものかしら。そんな簡単に言うなよ。ただ浮遊しているだけのように見えるが、何か危険が迫った時には、すごいスピードで動くかもしれないんだから。確かにそれもそっか、でもこんなに目撃されてるんだから、一機くらい捕獲してくれててもいいんじゃないかって思っちゃうわ。そうかそうか、霊夢はそう思うんだな。それじゃあ、次は面白い話を紹介しようか。アメリカ、メイン州のアーカディア国立公園の上空でとんでもないものが発見された。猛スピードで駆け抜ける謎の飛行物体と、それを追いかける2機の戦闘機だぜ。戦闘機が UFO？ 一体何が起きてるの？さっぱりわからないが、これを撮影したのは国立公園に遊びに来ていた観光客らしい。確かに、領空侵犯を犯した飛行物体は、撃墜されても文句は言えないと思うが、にしても追いかけられている飛行物体がどこの国のどういう機体なのかが一切わかっていない。その機体たちが雲の中に消える前に、撮影者はなんとか映像に残すことに成功した。短いけど、確かに2機の戦闘機が何か光る小さなものを追いかけているのがわかるわ。当然、こういった映像にも CG ではないか？という意見が飛んでくるわけだが、この映像を撮影した観光客はまだ小さな女の子で、保護者が娘が撮影した映像を確認して、小さい娘に編集技術なんてあるはずがない、とコメントしている。そもそも撮影されたのはスマホだし、古いスマホでの編集機能なんてたかが知れている。確かにそうよねー。じゃあ一体、これは何だったのかしら？わからないが、当時海軍パイロットをしていた人物が特定されたようだ。パイロットの名前は、ケビン・デイ。デイ氏はその UFO を追いかけ、レーダーで観測も続けていたみたいなんだが、追いかけている途中、突然その UFO は視界から姿を消してしまったんだとか。視界から消えたって、突然、急に消えたってこと？まあそういうことだろうな。他のパイロットたちも出撃して、赤外線カメラなどで、UFO の居場所を特定しようとしたものの、結局居場所は特定できなかった。しかし、当時戦闘機から見たという UFO を捉えた画像が発見されている。カメラのセンサーで、はっきりと点になっている物体が捕捉されているぜ。これが、戦闘機から見た UFO、すごいわね。よくこんなものが。この UFO は、当時のパイロットがチクタクした動きだったと述べたことから、チクタク UFO と名付けられたそうだ。さらに恐ろしいことに、2019年にはアメリカ海軍から、謎の飛行物体はフェイクではなく本物であり、未確認の空中現象として捉えていると認めたそうだ。本当に UFO だったってこと？ってことは観光客の女の子が撮影したこれは、その貴重な UFO の証拠映像になったってことね。女の子やるじゃない。まあそのチクタク UFO と、女の子が撮影した UFO が同一のものかは少し議論の余地があるけどな。時系列的に正しいのかどうか、本当に少女が撮ったものは編集されていないのかなど。もう、せっかく女の子が撮影した、って言ってくれてるんだから、素直に認めればいいのに。まあ、アメリカ海軍様が存在を認めたんだから、今後は UFO を実際に捕獲して、その技術などを調べることに注力されると期待しているぜ。すでにエリア51とかでは、UFO の研究が行われているっていうし、そうなるとますます、アメリカ様の軍事力が強固なものになるわね。一応、日本にも UFO 発見の歴史はあるんだが、果たして日本で発見された UFO を、日本人が研究しているかは謎だな。もしも、アメリカが UFO の技術力をすでに手にしているなら、日本も UFO の技術力で抵抗する必要があるだろう。まさに宇宙戦争ってわけね。これからは一国一台 UFO の時代って感じ？夢があるけど、実際戦争の道具に使うのは、夢が壊れるからやめてほしいな。続いては、2010年にイギリス、ウェストミッドランドで撮影された映像だ。2機のジェット機が、UFO と一緒に映っている様子がわかるぜ。今度はイギリスか、ちょっと戦闘機と UFO が同じスピードすぎるから、
若干の偽物っぽさを感じちゃったけど、これも本物なのかしら？確かに同じスピードで、角度をつけるタイミングも同じだから CG を疑ってしまうんだが、同じスピードで動いている点について、ある理由が唱えられているんだよ。ある理由って、一体何よ？それは、UFO がジェット機に護衛されているからだと言うんだ。UFO が護衛？どうして？ UFO は敵なんじゃないの？敵だなんて誰も言っていないだろう。むしろ、各国にとっては今や、UFO は心強い味方になっている可能性が高いと言われているんだ。UFO が心強い味方、もしかして、イギリスではすでに、異星人と仲良くなって、UFO を使った軍事訓練とかが行われているってこと？このジェット機と UFO の並走が CG でないとするなら、その可能性は高いだろうな。見たところ、追いかけているというよりは、ジェット機が追従しているという表現の方が合っている。まあ確かに、この距離まで近づけるなら、もう撃ち落としなさいよって思うしね。まあ陸の上で撃墜したら民間人に被害が出るから、それを考慮したのでは？とも思うが、ナチスドイツの時代から、すでに UFO は軍事力として視野に入れられていた。そういえばそんな話も聞いたことがあるわ。でも、ナチスドイツの場合は、異星人の力とか借りずに、独自に UFO を開発していたんじゃないの？その説も確かに存在はしているんだが、それじゃあどうしてわざわざ円盤型の、いわゆるアダムスキー型の UFO を採用したのか？という話になる。それは、円盤型の UFO をナチスが見たことあるからってことじゃ。アダムスキー型という言葉が定着したのは、1952年にジョージ・アダムスキーが、円盤の写真を撮影することに成功してからのことだ。しかしナチスドイツが存在していたのは、1933年から1945年の間まで、ジョージ・アダムスキーの写真を見て円盤型の兵器を開発するには、時系列が合わないぜ。なるほど、それじゃあ一体ナチスはどうやって円盤型を？一説には、円盤型の兵器を開発した頃には、すでにドイツは異星人と遭遇していたという話がある。その際に異星人から話を聞いて、UFO を開発したとすら言われているんだ。なるほど、それがもし本当ならとんでもない話ねえ。ドイツが異星人たちと交流を持って UFO の開発をしていたというなら、現代のイギリスや、他の国が異星人とコンタクトを取っていても何も不思議じゃない。それじゃあ、今回の動画で紹介してくれた、円筒型とか葉巻型の UFO はどう説明するの？あれも各国が保有している兵器だっていうつもり？いや、あれらに関してはおそらく他の種族の異星人のものじゃないかな？まだ人類とコンタクトを取っていない、他の星の異星人とか。そっか、異星人って言っても、いろんな星があるもんね。人類に味方してくれる UFO がいる一方で、人類に非友好的な UFO たちも存在している。2023年2月、アラスカ上空でアメリカの戦闘機が UFO を撃墜した。撃墜ですって？落としちゃうなんて。撃墜物についてあまり話題にならなかったらしいが、ジャーナリストが関係者に聞き込みをしたところ、それは中国の気球などとは全く違い、とにかく異常だったとのことだ。なんでも、最新型のミサイルを撃ち込んでも一撃では撃墜できなかったというそうだ。ミサイルを食らっても落ちないって、バリアでも張ってるんじゃないの？これは、実際に戦闘機に乗っていたパイロットが機内で撮影した映像らしいんだが、確かに上空で何か未知の物体が浮遊しているのがわかるぜ。この映像に関して、何かのシミュレーションゲームの映像では？という声もあったんだが、私はとてもそうとは思えないぜ。そうねえ、最近のゲームがリアルだって言っても、いくらなんでもこれはリアルすぎるし。でも実際、パイロットって操縦中に撮影とかできるものなのかしら？一応ヘルメットにカメラをつけるとかして、撮影することは可能みたいだぜ。だが、結局この UFO らしき物体が何者かはわからずじまいだった。光線をしたと言っても、UFO 側から何か攻撃された形跡はなかったようだ。一方的に攻撃しちゃったってこと？味方かもしれないのになんてことを。しかしまあ、UFO は、過去に地上にいた人間に向けて謎の光線を放ち、それを受けた人間は赤痢にかかったり、白血球の数が増加したりといった被害を受けた。何かしら攻撃をしてくる UFO もいるのが事実だ。やられる前にやれという感じだったんだろうな。ただ浮いてるだけじゃなくて、攻撃までしてくるなんて、危険すぎるわ UFO。ここ最近では、そういった攻撃的な UFO の情報は、あまり聞かなくなったな。もしかしたら、各国で UFO に乗っている異星人と交渉をして、味方にしたのかもしれないぜ。じゃあ、少なくともその国の人に対しては攻撃しないってことかしら？多分な。でも日本はどうするのかしらね？日本にも UFO があればいいんだけど、あったら嬉しいが、ないならないで竹槍で戦うだろう。あんた、何年前の話してんのよ。そんなわけで今回の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。
コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。